はい、どうも、結局です。今日ですね、ダビスタリオン続きやっていきましょう。48年目、1月4週から。さあ、今週はスピードか。まあ、こいつはスピコメありです。行きましょう。印 OK。東京競馬11レース。リステッドクロッカスステークス。芝1400メートル。コンディションは良。スタートしました。テンエムチェロキー、さあ位置はいいですね。よく追い上げる。これはきっちり勝ちたい。食い下がるブレイブスマッシュ。スピード抜け出した。ブレイブスマッシュ少し離れて追走。200メートルを通過した。よし、いい走りやね。離しにかかる。オッケーオッケー。ムークウェイ先頭を追っているが、スピード先頭。まあとりあえず短いところを使ってみましょう。ったのは5番スピード。スピードクロッカスステークス。バゴ、キングスピード、よし、疲れてるか。じゃあ放牧で。はい、オッケー。バラ一族ダイヤモンドステークスいきます。で、王者ダート1600か。さあ、バラ一族、じゃあまずは王者ね。王者 OK、 印いいよ。東京競馬9レース、リステッドヒヤシンスステークス。ダート 1600m、 コンディションは良。スタートしました。大隅大道、勢いよく追い上げる。大隅大道、大隅大道、さあうまくさばけるか。水戸のレインボー離れて追走。ここで2番手変わってフチコ、残り200を切った。大隅大道頑張っている。フチコ迫ってくる。キングオブジャ先頭に粘れるか。際どい勝負になった。2頭が並んで、粘ったね。よし、キングオブジャわずかに制したか。いいですね。はい、オッケー。バラ一族、印オッケー。で、ジャガメっすね。よし、ステイヤーとしてね、使っていこう、バラ一族は。東京競馬11レース G3 ダイヤモンドステークス。芝 3400m、 コンディションは良。スタートしました。スタートオッケー。好スタートはバラ一族。カフェブリッツ少し離れて追走。敬愛道祖神、敬愛道祖神先頭だ。カフェブリッツ、お、でも伸びてますね。いいね。が激しく競り合っている。打ち切り込んで勢いよく追い上げる。残り200を切りました。追い上げるバラ一族。バラ一族、いやー、粘れるか。3頭がまとめてゴリ。猫パンチわずかに制したか。惜しかったね。でも悪くない。さあ、次ですね。阪神大賞典も行きましょう。まだ取ってないですからね。ちょっと取りに行きましょう。はい、OK。ナサニエルか。まあ買っとくか。で、スピードはね、まあ短いところ行きます。1600行きたいけどね。まあ1600行っとくか。まあ1600は行っときましょう。さあ、コメントチェックして。よし、OK。はい、バラ一族、いきます。
で、王者か。芝2000。まあ、ダートの方がいいっすけどね。まあ、一応行きましょう。バラ一族、シュバルグランダー。阪神競馬10レース。G2、阪神大賞典。芝3000メートル、コンディションは良。スタートしました。山勝ライデン、先頭に立った。山勝ライデン、粘っている。迫る、ステインインシアトル。ステインインシアトル、かわして先頭。残り200。伸びてきてる。追い上げる、バラ一族。ただ、外来てますね。シュバルグラン突き放しにかかる。シュバルグランさすがやね。押し切ってゴール。1着12番シュバルグラン、人気に応えました。2着バラ一族、3着、まあ、バラ一族はさ惜しいね。王者、はい、阪神競馬11レース、リステッド若葉ステークス。芝 2000m、 コンディションは良。スタートしました。12頭、綺麗なスタートです。メンターモード、勢いよく追い上げる。メンターモード、抜け出した。マイスタイル、外から追い上げる。メンターモード、抜け出した。ここから坂を駆け上がる。メンターモード、捕らえにかかる。アドマイヤエーカ、勢いよく追い上げる。マイスタイル、捕らえに出る。アドマイヤエーカ、まあ、なんとも言えないですね。勝ったのは11番、ダットのがいいね。はい、アドマヤエイカン重賞クラス、ファミリーレグルス引退か。クイーンの子どうだったんですかね。あ、まあ G2、 まあ G3 とかね、まあこの辺はなかなかいい感じだね。まあぼっちぼっちやね。よし、もちろん次は天皇賞春です。まあここ取ってくれればね、問題ないですからね。完璧。4月、種付けのシーズンです。キングフローラ、マジシャン、さらにクイーン、パーシブも来た。めっちゃ来たね。女の子来たか。よし、まあクイーンはねもう引退ですね。で、このキングブクイーン、これを入れます。クイーンの子です。さあ、ちょっと2歳チェックしたいっすね。キングフローラ、パワーか。まあこれクラブにあげようかね。そうしましょう。そして、はい、次マジシャン、マジシャンフライト、ゴリゴリの自家製産馬。あー、これもパワーっすね。あとはこれか、クイーン。これはねもちろんこっちです。スピコメやね。で、落ち着いてる、まあ BCBCOK、 これ分かるように、まあクイーンにしたいですよね。そうやね。まあ、なんか国会選ぶゼファーとか関係ないけどね。クイーンゼファーにしとくか。はい、これで。まあ、これは繁殖あげます。ティアラ、これは使いたい。で、ミッキアイルパーシブか。これもいいね。一応スピスタか。
はい、スピスタっすね。まあスピスタでいいんじゃない、わかりやすいように。スピでスタ、はい、これで。あとはで、OK ね。これどうすっかね、マジシャン。まあ、使ってもいいっすけどね。モーリス・ルビーか。で、サウンド・アリュール。これがスピコメか。まあ、一応ちょっと使うか。はい。行きましょう、これ。キングエアロ、はい、これでいい。エアロラとかでもいいけどね。エアロガとかね。で、クイーン、ちょっとこれもう引退で。まあ、こっから楽しみなのはね、ストラヴィンスキーのヒンバー、これですね。キング・ブ・クイーンの子とか、クイーン・ゼファーの子とかね。この辺は楽しみですね。このキング・夫人もね、楽しみですけどね。はい。じゃあ引退します。頑張ってくれました。支えてくれました、ここまで。そしてこれはね、キング・ブ・クイーン、はい、もちろんあげます。こいつはもうこれ牝馬待ってましたからね。よし、じゃあ進めましょう。キング・バルーン、さらにお、ツイスト、はい、アーリントンカップいきます。和田ジョッキーで王者、まあ無理なんすけどね。一応いきますか。はい、まあ厳しいですね。ボバクラシック戦線の初戦となる重要な一戦、主役の座につけるのはただ一頭、皐月賞が間もなくスタートです。スタートしました。テポカドーロ、勢いよく追い上げる。テポカドーロ、テポカドーロ、先頭だ。2番手ウィンブライト、テポカドーロ抜け出した。ラブリーデイ来るのか。テポカドーロ粘っている。ウィンブライト接近してくる。クサイチ鳳凰、差を広げにかかる。クサイチ鳳凰差し切ってゴール。はい、厳しいですね。クサイチ鳳凰、まあ予想通りでしたね。ピクシーナイトかで、ダノンスマッシュを見ますね。レインボーライン、阪神競馬11レース、 G3 アーリントンカップ、芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。16頭、マイネルレーニア突っ込んでくる。ダノンスマッシュ先頭、追いすがるマイネルレーニア。ダノンスマッシュ粘っている。残り200を切りました。いや、人伸び欲しいね。粘っている。ヤングマンパワー迫ってくる。ヤングマンパワー差を広げにかかる。スピード届くかどうか。ヤングマンパワー差し切ってゴール。はい、まあ2着、シャドウも牝馬か。よし、いい感じだね。ソウルも女の子。さあ、あとはここやね。オッケー、順調。まあ行きましょう。で、王者疲れてる。まあこいつはね、ダートのがいいっすね。7月入球。
マジシャンも女の子と。OK。バラ一族、天皇賞、春、いきます。さあ、で、種付けっすね。じゃあ、まずはこいつからいきますか。キング・ブ・クイーンから。これね、これむちゃくちゃ使いやすいんですよ。で、どうするかなんですが、まあ、エピファネイアとかね、まあ、言ってもいいですし、モーリスもいいですよね。で、ステイゴールドもいいですよ。だこれかなりいいんですよね。だどれかね、ちょっと迷うんですが、フライトね。いや、でもフライトじゃなくていいっすね。ああ、ナサニエルとかもね。まあ、ただ、ニューアプローチ。まあ、やっぱり、ステイゴールドかな。まずは。まずは、ステイゴールドいきましょう。まあ、また、いろいろ変えたいなと思います。さあ、で、次は上からいきますか。ああ、これね。これはね、もう、キング封じっすね。封じの子、活躍させたい。まあ、そんな感じです。やっぱり自家製サンバ使っていきたいんですよ。自家製を。マジシャンは、まあ、フライト、とりあえず言っとくか。フライト攻め。そして、ソウルか。あ、エピファネイアの牝馬来ましたね。ソウルはね、まあでも、エピファネイアかな。まあ好きな馬使っていきます。はい、これはキング封じで。封じの子使いたい。封じ良かったですからね。ああ、これ牝馬来たか。どうしますかね。ニューアプローチ、もう一回つけてもいいけど。まあ、ナサニエルに変えてもいいですね。まあ、とりあえずナサニエルでいくか。さあ、これで、OK ですかね。さあ、バラ一族。フィエールマンか。強いね。で、シュバルグラン行って、ラストインパクト。で、スタミナのあるアルバートもいます。さあ、天皇賞春。まあ、一番取りたいレースっても過言じゃない。まあ、秋か。まあ、天皇賞、どっちも取りたいですね。秋も春もね。コバ最高峰レースといえばこのレース。あとは菊花賞の長距離最強決定戦。伝統と格式の盾を抱くのはどの馬か。スタートしました。さあ、来い。ここで先頭が変わった。ジャコマル、ジャコマル、先頭だ。敬愛同素子、外から襲いかかってくる。わずかに先頭は敬愛同素子。フィエールマン、勢いよく追い上げる。残り200を。いやー、ちょっと苦しいか。粘ってくれ、なんとか。捕らえに出る。バラ一族。うーわ、マジかよ。フィエールマン、わずかに制した。惜しいねー。お待ちください。いやー、惜しかったっすね、これは。ローズキングダムの子、やっぱりジャパンカップ取るしかねえか。キングルビー、はい、 NHK マイルカップいきましょう。和田ジョッキーでいきます。さあ、バラ一族はね、ちょっと一回放牧出したいなと思います。なかなかいいんすけどね。
ジャパンカップも4着で、菊花賞2着で、惜しいよね。さあ、で、ルビーですね。OK。まあ、とりあえず、キングリバー、まあ、これでいいか。マジシャンだけやね。よし。まあこれはフライトでいきます。まあここはね、また変えます。まあとりあえず今はフライトつけてるんですが。あとはここはね、ティアラサウンドか。マジ？大事な時に、このタイミングでか。お、ティアラ、女の子来たか。マジかよ。これはちょっと痛いね。風神牝馬来たか。まあただまあ今回も風神かな、とりあえず。でその後またハードスパに戻したいなと思います。ティアラはそれでいきましょう。フローラ、王者はね、もうダートでいきましょう。ダート攻めで。まあ1600くらいでね。でバラ一族なんですが、まあ宝塚ですかね。他使いたいレースないですからね。フローラ、まあ今フライトつけて、まあこれそこまでねいいっていうわけじゃないんですよね。まあここは期待できます。ステイゴールドは牝馬来て、じゃあ引退じゃない引退はしません。まあとりあえずもう一頭狙っとくか、牝馬でステイゴールドで大物狙うって感じですかね。はい、進めましょう。6月のデビュー、フライトマジシャン、ゴリッゴリの自家製サンバ。お、スピスタ来たか。スピスタね。まあここはねサクッと勝ってほしいね。キングエダノンファンタジー、そうか。東京競馬2レース2歳新馬芝 1600m、 コンディションは主。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。純パッション勢いよく追い上げる。純パッション先頭、食い下がる。純パッションダノンファンタジーに勝てれば G1 クラス先頭だ。残り200を切りました。ダノンファンタジーさすが強いね。2番手はキングエアロ、そして純パッション。まあ特にねダノンファンタジー、まあ、2歳の時はもうあれでしたからね、無双でしたからね。ダノンファンタジー実力の違いを見せつけました。2着キングエアロ、3着は混戦の模様です。でそのデビュー戦だけグランアレグリアに負けたんですよ。ダノンファンタジーが2着でグランアレグリアが1着で、でその後は全部勝ったかな。
2歳の時のダノンファンタジーめちゃくちゃ強かったよね。クラブの馬強えな。スピスタちょっといけてんな、これ。阪神競馬2レース。2歳新馬。芝 1600m。コンディションは良。スタートしました。ベストタッチダウン。突っ込んでくる。先頭はベストタッチダウン。2番手ウィン走りはいい。ここスピスタ変わってスキスタ坂を上りスキスタ一気に追い込むスキスタさらに差を広げにかかるミライスピーディーもらえにかかる走りはいいっすね。ミライスピーディースキスタ押し切って勝ちました。エアロ、そしてスピスタ、OK。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴。ありがとうございました。